どうもチェルス。はい、ということで今日はお店にいるんですけど、なんでかというとこちらですね。こちらがジエダのセカンドデリバリーです。まあ、セカンドデリバリーのお届けがあったので、そちらをね紹介したいと思います。はい、で今回はこちらの、まあ、シャツですね。シャツシャツデニムシャツですね。スイッチングデニムシャツです。で色が一型二色展開です。まあ、この二色ですね。で、あのまずこちらがユーズドの加工が施されているブルーとブラックの切り替えのシャツです。こっちが一色目。はい、これが一色目で、二色目がこっちがユーズド加工がされてないワンウォッシュのブラックと、まあ、ネイビーかな、ネイビーの切り替えの色です。この2色で、サイズが1と2のお取り扱いがハウデイではあります。1と2、はい、という感じで、そうだ、あのね、忘れないうちにお値段の方なんですけど、こっちのユーズドの方が税抜き2万7000円になります。税抜き2万7000円で、こっちのワンウォッシュの方の黒の方ね、ブラックの方が税抜き2万4000円になります。はい、忘れなかったよし、ということで、まあなんかね、特徴というか近くでね詳しく見ていきたいと思うんですけど、まあまず何といっても、まあこの切り返しですよね。うん、切り返しもそうだし、まあこれがまあやっぱね、この一番分かりやすいというか大きな特徴だし、もう一個大きな特徴がこの袖のとこですね。この袖のとこがこうレイヤードの作りになってるんですけど、ここがね、あのこのこっちからも袖を出せるっていう、でこっちの普通の方からも袖を出せるという作りになってます。はい、まあなんだろうな、あのジエダのファーストデリバリーのツーウェイデニムパンツにをなんかイメージしたらね、ちょっと分かりやすいかなって感じですね。うん、はい、こういう感じ、両方から出せます。で逆側も出せます、どっちからも。であとね、そうアシンメトリーなんですよね、これ基本的にというか、うん、ここ、まあ、まずね、色が全体的にアシンメトリーっていうのもあるし、あとはここの縫い合わせの部分もこっちは斜めなんだけど、こっちはまっすぐだし、あと袖のとこもこっちはあの袖口の方が黒なんだけど、逆は袖口の方が青になってるっていう、でこの元の部分が黒なんだけど逆はこっちが青っていう、で後ろも上と下で色が違うっていう、いや面白い作りですよね、うん、なんか見てて面白くある作りだし、なんかね、僕このシャツでなんか好きなところがあって、ここがなんかね個人的に好きなんですね。この肘のあたりのなんかこのつなぎ合わせた感が、うん、好きですね、ここ。はい、うん、っていう感じです。で、あとはあのスナップボタンで、まあ、ここもスナップボタンで、あとね、そう、裾があのボックスカットですね、ボックスカット、うん、になってて、丈がちょっと短めですね。ちょっと後で着てみたいと思うんですけど、うん、丈が短めです。はい、まあこれが大体の特徴ですかね。うん、でこっちもまああの作りは同じなんですけど色が違うって感じです。はい、うん、はいはいはい、こういう感じで、はい、なんでまあ口で言うよりなんか着た方が早いかなと思うので、早速ね着てみたいと思います。はい、でそうだ、あの参考までに僕の体型なんですけど、173センチの62キロですあの今ね、あれ前となんか変わってねって思った人いるかもしれないんですけど、前までは173センチ60キロって言ったんですけど、最近あの2キロ太りましたということで、まあ173センチ62キロをなんかの人が着てるんだなっていうのをなんか頭に置いて見てもらえれば、なんかサイズの参考になると思うので、そちらをね、なんかなんだろうな意識して見ていただけたらなと思います。はい、ということで早速着ていきたいと思います。
はい、ということでね、まずはユーズドの1ですね、サイズ1を着てみました。こんな感じですね。はい、こういう感じ。はい。どうですかね、やっぱ、まあ、さっきもね説明したんですけど、一番のギミックはここですね、この袖のとこ、こう内からこっからもね手出せる、まあこうやって着れるんですけど、なんか僕はねこれも面白いなと思ったんですけど、なんかこれよりどっちかっていうとこの配色の方がなんかね目についたというか、なんかさっき物で見てる時はあんまなんかそこまで感じなかったんですけど、なんか着てみるとねいいんですよね。いいというか、なんだろうね、やっぱこのやっぱジエダらしさもあるし、この感じね。あのデニムの時とちょっと似てるんですけど、黒、こっちは青、こっちは青だけど今度は黒みたいな。でさらにここも、そう、ここもね、こっちは青なんだけどこっちは黒っていう。でさらに後ろも下が黒で上が青みたいな。この感じ、このなんか配色の感じがパズルみたいな、なんか左右非対称で、それもまたね、なんかそれがね、なんかどっちかっていうと僕が一番いいなと思いましたね。だしまあね、このギミックもそうなんだけど、どっちかっていうと僕は腕を出すってよりかは、なんかこうやって普通に着て、なんだろうな、レイヤードしてるみたいな、レイヤードしてるように見えるけど、でもなんかあれ色違うしみたいな、なんかその不思議さみたいなとこもなんか推しポイントだし、まあ今ねちょっと上げてきてるんですけど、まあ締めるとねまたなんか雰囲気が変わってピシッとするというかね。って言ってもまあどうだろう、僕は開けて着ることの方が多そうですね、着るなら。はい、こんな感じです。はい、うん、でやっぱなんか丈結構短いですね。うん、はい、なんかやっぱシャツってよりかはね、どっちかっていうとなんかジャケットに近い感覚かなって僕は思いましたね。はい、こんな感じで、うん、まあ生地がデニムっていうのもあるんですけどね。はい、いやいいっすよねやっぱ。し、そうさっきも言ったんですけど、まあ、色もそうなんだけど、なんかデニムのこのユーズド感というか、この色落ち具合というか、この加工のね仕方がね、なんかあのデニムの時も思ったんですけど、ジエダのなんかユーズド加工が、なんか僕のあくまで個人的な意見なんですけど、ユーズド加工の なんかデニムとか例えば売ってたとして、なんかねそういうのって結構安っぽく見えるちゃうことが結構多いんですよ、僕の中で。でもね、あのジエダなんかね、あの全然安っぽくなくて、なんか色合いがマジでいいんですよね。なんかそう安っぽく見えるっていう理由としては、明らかになんかユーズド感を出しに行った感が出ちゃってるからゆえみたいな感じなんですけど、これはねなんかリアルというかね、あれこれ本当に今加工したのみたいな、加工したんじゃなくてこれなんかその時代の生地取っといて使ったんじゃないのかなぐらいのリアルなユーズド感が出てるかなって僕は思ってて、それがねいいですねやっぱり。推しポイントです。はい、とまあねこんな感じでした。ユーズドはこんな感じです。でそうだ、あれ言ったっけ、サイズは1です、もう一回言っときます、言ってたら。はい、ということで次はもう一色のね、あのブラックの方着てみたいと思います。はい、ということで次はブラックのねサイズ2を着てみました。今度はサイズ2です。はい、っていうのもなんかこう見てたらサイズ2も着れそうだなと思って、なんか着てみたらねいけそうだったんで、いけそうっていうか僕の中ではこんぐらいのなんかねオーバーサイズ感は、まあ、キャパというか、うん、なんならちょうどいいぐらい、ちょうどいいというか、なんだろう、僕の中でのこうストライクゾーンに結構ねドンピシャぐらいのオーバーサイズのなんかね具合だったんで着てみたし、まあそれもあるし、何よりこう2つのサイズ両方着てみた方が、あの見てる方にとってね分かりやすいかなっていうか、基準になりやすいというか比較しやすいかなと思ったんで着てみました。はい、まあ見せるとねこんな感じですね。はい、いや全然なんか雰囲気やっぱ変わりますよね。まあもちろんね色が変わってるんで、そりゃもちろんそうなんですけど、うん、はい、こういう感じ、なんか
なんだろうな、こっちの黒の方が、なんだろうな、ちょっと合ってるか分かんないですけど、僕の中ではなんかね、男臭いというか、なんかより男っぽいかなみたいな風に思いました、僕は。し、まあ、さっきのはあのブルーとブラックでこう、なんだろうな、つなぎ合わせられてる生地同士 の、 あの色が、あのなんだろう、同系色じゃなかった分、よりなんかね、こう合体感というかは出てたと思うんですけど、今回はどっちかっていうとね、さっきと真逆というか、両方とも暗めの色で、しかも同系色、同系色っていうか、まあなんだろうな、まあまあ近い色っていうかな分、なんかね、まあもちろんね、あのなんかドッキング感というか、まあ、切り替え感はあるんだ、あるにはあるんだけど、さっきほどは目立ってないにしても、逆にこのなんか生地がね、暗めなことによって、このステッチがね、生きてますよね。うん、これがいい味出してんだよねって思いました、僕は。はい、うん、はいはいはい。それがやっぱなんだろうな、こっちの推しポイントですよね。はい。でまあ開けるとね、よりさっきよりこうなんか緩さが出るというか、このダボット感が出ていいんじゃないですかね。はい。でまあここをね、袖をこっちへ通すと、まあこういう感じで、よりなんか こっち通すとさらになんか緩さ出るの。あ、いいっすね。はい、という感じでね、こっちもいいね。うん、だし、まあ僕がなんか どうだろうな、シャツはやっぱ締めるより開けるかな、このシャツだったら。開けてきたいっすね。開けて、うん、羽織るというか、なんだ、まあ、肩抜かす感じでちょっと、うん、こういう感じで着たいですね。はい。いや、いいね。サイズにもいいですね。ちょうどいいオーバーサイズというか。はい。まあね、いろいろ言ってたんですけど、今回はね、あのジエダのセカンドデリバリーということで、あのこのスイッチングの切り替えのシャツのご紹介でした。はい、どうでしたかね。いいよね、やっぱジエダらしいし、色もいいしね、色使いもいいし、やっぱ色が違うだけでね、全然雰囲気も違うし、サイズでもね、こうまあ僕と同じぐらいだったら着れるかなって感じだし、まあ、そこの選択、なんか選択の幅が結構広いかなみたいな、自分の好きな着方に合わせて結構選べるかなみたいな、色もそうだしサイズもそうだし、ね、うん、っていうのもあっていいかなと思ったし、うん、さらにまあこのシャツ自体もね、あのこういう作りだったりとか、まあ、ボタンの開け閉めとかでいろいろなんか変えられるんで、そこも面白い点かなと思います。はい。という感じで、まあなんかあのこれなんかいいなと思ったとか、見てみたいなって人はね、概要欄にあのこのアイテムの商品ページに飛べる URL を載せておきますので、そちらからね、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでね、今回はジエダのね、セカンドデリバリーでした。ほな、また。